どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。というわけでやっていきましょう。独立リーグ編、アマゾンじゃない、アマゾンです。やっていきましょう。試合開始です。アマゾンはまた別だ。はい、12回戦。あ、結構来たね。5勝6敗、1つ負け越し。あ、なんだか5分にしようかね。じゃあ、なりきり操作でいきたいと思います、今回も。ピッチャーのなりきり操作面白そう。あー、ちょっと好調。絶好調ではないけど、まあ、頑張りましょうか。さあ、相手、リーグは6チームあるんですよね。その中の1チーム、どうでしょう？ちょっと楽しみだな。でもなんか、ちょっと、どうでしょうかね。埼玉は独立リーグとか、ないんだよな。あれ、あったっけ？後で調べてみよう。行きましょうか。ガッチリーズ。なるほどね。守備チームだな、明らかに。ガッチリーズなんだね。アマゾネス VS ガッチリーズ。守備型のチームなんだから、これはきっと頑張って、抑えられればいいと、いいんじゃないかなって。ひどい能力、やっぱ赤能力が。もう、おっしゃ、まずワンアウト。ワンアウトランナー一塁。田中山。おー、すげえ。ちょっと強そう。これがでもストライク、危ない！やべえ！あー、やべくん、ナイスキャッチ。え、まさかまさか？あー、びっくりした。危ねえ。はい。そい。一応これ、ランナーは総力 G だから、ホッとするっちゃホッとしてんだよな。よ、ファースト、あ、ファールか。一球牽制加えるぜ。まあ、自動スタートだから別に関係ないんだけどね。よいしょ！ストライカーいった！これはどうだ？カバーには入る！うい、アウト。いいよいいよ、今回ゼロで抑えよう、しっかり。いいね、あ、いきなり点取られちったよ。やばい、フォアボールになりそう。そういうところで打ってきた。ヒットかよ！うわー、深いとこ入ったな。俺どこ行ってんだ、これ一体。あー、これはやばい。二塁これ。逆転のピンチ、まずいな。違う、二三塁だ、これ、下手すりゃ。やべえ、あーやばい、もう怖いよ、もう。あーあーまた深いところへ。やばいやばいやばい。これどうしよう、本当に。ひどいな。どう改善すればいいんだろう、この能力、本当に。負け、お、危ね、負け投手だけ、お、勝った。キャプテンよく決めてくれたよ、よかった。俺ダメ、どうしよう、本当にこの能力はシャレにならない。勝てるのかな、なんかこう、一気に逆転能力とかねえかな、逆転する、こう、イベントみたいな能力。赤全部なくなって、かつ、一気にグワーって成長するみたいな。チーム収益上がったのよかったけど、お、何？ワイ流トレーニング法。はあ、これ使えん。お、何？これやないか。ふう、意外と勉強好きなんですね。翌日。とっておきのトレーニング法。やります。うん。今日のとっておきは、砲丸投げ。大丈夫か、それ危険なので近寄らないことが無難だ。まあ、そうだね。そんなので、これ強くなるよね、これきっと。ええ感じ。何か、重い球レベルに、お、軽い球持ちだからな。なんとか、しないとですよ。これはコツを聞いてみた方がいいだろう。うん。ボールがヒューってきたらダーッと走ってバシッと取ってシュッと取ればいいね。なるほどね。わかりにくいね。よくわかったよ。感覚が身についた動作。なるほどね。まあ、センスの問題だろうな。そういうのがわかるっていうのは。ちょっと特殊能力消そう。まずマイナス能力を消してなんぼだと思うんだよな。消せねえ。負け運持ちってのもきついな、しかも。これ、負け運持ちは何で消せるんでしたっけ、これ。10、10、10、10だね。技術力が足りん。よし。ならば、技術練習だな。コントロールアップ。せめて負け運だけ切ったら、じゃあ、二人で練習しよう。あ、かわいそうじゃない。うん。俺の気持ちバカやってんの。さっさ練習する。足遅いか、足早いか大丈夫よ、と。いや、これ、小石川くんの評価、下がるよな。開けた方がよかったか。お！よかった、タイピンチちょっと上がった。何？お、ありがとうございます。さらに、俺はもう変化球オンリーだから。どこ行こうか。チーム寮はお母さんとカメラ電員。ここはチーム事務所行こうかな。はい。ビラがボランティア。子供、の、うん、野球教室行こうか。南がなんか良さ、あ、南はもうすでにやったってことかな、赤だから。だね、きっと。なるほど。すでにこう、なんかやったことあるっていうのは赤なんでしょうね。もう、ギガバイスの偵察に行く。どうしたの、急に。俺たちも偵察するでやんす。なるほどね。やる気が上がるのはありがたいですけど、それで、重要なミッションでやんすとか言ってたな。なるほど。あ、女の子もやってるんだ。何やってんの？ナノさんは相変わらずバントが上手いですね。
ただ今のままだとギガバイツは強くなれない。ああ、今からバント練習はやめてください。え、なんで？どういうことだよ、データ。何？ナノよりバントの上手い奴なんてギガバイツにいねえぞ。ああ、へえ、相変わらずアマちゃんだな、ナノは。あんな嫌がらせに決まってるだろ。嫌がらせではありません。データを制する者は試合を制す。それが私の哲学ですから。相変わらずコミュニケーション能力低いなぁ。なるほどね。あんまよく面白い。お、キャプテン。キャプテン、何してんすか、ちょっと急に。変化球、カーブ。109欲しいからもうちょっと。これは回復かな、普通に。休もう。ゆっくり休んで。お、いいね。83回復結構でかかった。さあ、練習しましょう。変化球練習を、どんどんしていこう。あ、なに？俺も読まして、と。ああ、こういうのが面白いのか。なるほど。よかったのかっていう。もう読んじゃったんであげますって。あ、くれた。お、緩急丸。素晴らしい。これゲットしておこう。じゃあチーム事務所行きます。うい。宣伝活動どんどんやっていこう。野球教室の今度は、西へ行ってみよう。そういえば、全然なんか行ってないとこあったかな。まあ、いいか。よいしょ。おーし、チーム状況もだんだん良くなってきた。はい。60万あるんで、どうしようかな。とりあえずじゃあチーム寮をもう一回整備して、これでいいや。うん。あとちょっともう一人バイトか、なんか呼びてえな。お、データ、どうしたんだろう。実はデータのことなんだけど。はあ、昔の先輩みたい。ライバルチームの。ああ、まずはそれを悩みを解決、矢部くんいい友達だね、本当に。ちょっと意外かもね、パーパッと思ったガタイのいい男を見なかったでやんすか？スポーツコーナーの奥にいた。へえ、なるほどね。うん、もう。データ。ああ、お前最近チームメイトとうまくいってないんじゃないか？いきなり何ですか？カブタケさんは他のチームを心配してる余裕なんてあるんですか？それでは。みんな頑張ってるんだから、もう少し個人の意見も尊重してやっても、頑張っているから、私は試合に勝つために野球をやっているんです。なるほどね。あ、どうした？え？データ、パワーパッドを忘れていったでやんす。少しだけ見ちゃおうか。ごっくり、少しだけ見ちゃおうか。大丈夫これ。お、まるまる、これ、尾藤さんだね。尾藤さんとキロさんの、打順を変更。へえ、秘めた才能を感じる。ただ、彼の性格上、私が口で説明しても前向きに捉えてくれないだろう。へえ、キャプテンとしての苦悩が綴られていた。はあ、ちゃんとシミュレーションしてる。あ、やべえ、見られた。少しだけ見ちゃった。ごめん。ああ、こうして無事戻ってきたわけですから、気にしないでください。あ、よかった。なんかさ、怒られなくてよかったよ。評価下がっちゃったら痛いな、でも。でも敵チームの評価上がっても仕方ないんじゃないかなって思うのは僕だけでしょうかね。まあ、それもいいでしょう。よし、球速は134キロ。おっせー。待って、他になんか、あ！負け運消すの忘れてた、くそ！消した？消してないよ、もう。やばい、この試合もきついぞ、これや。どうしましょう。本当にどうしましょう。このペースだとまずいぞ、これ。せめて、あ、待って。コツあるんだったらこれ、よいしょ、打たれ強さとかそういうの少しなくそう、少しでも。うん。これ少しでもちょっとなんかマイナスの、プラスにしないと。あ、寸前罰、乱調を消しておこうかな。よし、ちょっとずつ良くなってきた。データちょっと見ておこうか、今。まあ、最初の時よりかはね、若干見栄え良くなった。いや、良くないんだけど、まあ、いいと。よしとしましょう。よし、次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は、登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は、動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。また、よろしければ、Twitter の方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。